C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 C の代表の篠崎です。今日はどうやったら美容師になれるのかという話をしたいと思います。簡潔に分かりやすく。美容師になるためには美容師免許という国家資格を取得する必要があります。取得するには専門学校を卒業して美容師国家試験というのを受ける必要があります。そして実技と学科2つ合格すれば晴れて美容師免許取得になるんですが、昼間専門学校に行って実際には卒業見込みで実技学科の国家試験を受けて免許を取得して、そして就職という、免許がないと美容室で働けないというふうに思っている方がものすごく多いので、こういう動画を撮ろうと思ってるんですが、もちろんそれがベストだと思います。ベストだと思いますが、働きながら専門学校を卒業するという方法もあります。専門学校の通信課です。これは専門学校の通信課に入学するために美容室で働いている証明書が必要ですので、まず美容室に就職する必要があります。ってことは免許がなければ美容室で働けないというわけではないというのを皆様に知ってもらいたいんです。なのでこの動画を撮っているんです。例えば高校3年生美容師になりたい、専門学校300万かかる、親から無理だと言われた、家庭事情的に無理だ、そして奨学金を借りないといけない、奨学金の返済が10年以上ある、非常に負担になる、奨学金は借りたくない、奨学金は無理だという方は、美容室にまず就職することをお勧めしますが、ここがとても大切なところです。美容通信課に対して理解のある美容室に就職することです。もし高校生でしたら、高校に来る求人、美容室の求人は美容の通信課に対するサポートシステム等を持っている可能性が非常に高いです。しかし自分でしっかり見極める必要もあります。そういったところに就職すれば3年間で、学費のサポート、それから3年間で約2ヶ月分の学校に行く授業があるんですけども、その時にお店を抜けなきゃいけないわけですから、抜けた時の給料サポートシステム、そういったものを持っているのではないかなと思います。ちなみにうちの美容室はそういうシステムを持っています。あと今働いてるんだけども、美容師になりたいと思って美容師に転職する方、こういった方までもですね、専門学校に行って改めて2年間勉強して、そして、就職するっていう、この2年間、普通の子よりももう遅くなってるわけですよね。年齢も上になってるわけですから、この2年間専門学校に行くっていうのが、僕は時間的にはもったいないんじゃないかなと思いますね。そういった方もそういうサポートシステムのある美容室に通信課で通うのを前提で働き始めて、働きながら勉強して免許を取得する方法を僕はお勧めしたいと思うんです。まず僕が言いたいのは、専門学校を卒業して免許を取得した状態でないと働けないと思っている方、それだけが美容師になる方法ではありません。資格のない状態で働いて、働きながら取得をする、免許を取得するという方法がありますので、専門学校に通うのがなかなか不可能になってしまった方は諦めないで、必ず別の道があって、必ず道は開けます。ですのでしっかりそういったのをサポート してくれる美容室を探すことが大切だと思います。道開けてきましたか？開けてほしい。美容師、今人手が非常に少なくて、やはりこうきついとか大変だとかっていうイメージが先行してしまって、親もですね、お前美容師無理なんじゃねえかとかって言う人がいるんですよね。
こまでもう美容室はブラックでもないし、もちろんですね9時5時で終われるような仕事じゃないですけど、そこまでね始発と終電で帰るみたいなことはないので、ある程度働きやすい環境を整えてるってきてると思うんですよ。なんか美容師になりたいけど諦めてるみたいな人がいたら、ぜひこの動画が引っかかってくれればいいんですけど、道は必ず開けるから諦めないでほしいなと思います。はい、それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。質問はコメント欄か概要欄にあるメールアドレスにお願いします。いただいた質問は誠意を持ってしっかり答えたいと思います。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではこの辺で失礼します。さようなら。諦めるなよ。